皆さんこんにちは、やすです。まずはね、聞いてください。<noise> はい、<laughs> どっかでちょっと聞き覚えないですか。<laughs> あの年、ー、いった人ほどですね、聞き覚えあるんじゃないかなと思うんですけれども、もう一回流します。 わかりますよねあの昔々の古いアニメなんですけど古いアニメなんですけれども「ど、えー、根性ガエル」というですねあのピョン吉あのこう T シャツに貼り付いたピョン吉とねヒロシあ主人公の、えー、アニメです。あの最近最近だわけでもないですけど何年か前にあの満島ひかりさんがピョン吉の声で主演してましたよね。 うん、あのー、あれのまあお元のねアニメアニメーションの主題歌のもう一番最初一発目ドア頭で出てくる、えー、音です。でまあちょっと聞いてあのなんとなくあのこうフレーズだけね真似したっていう感じであの僕が演奏したんですけどあのまあもうちょっと、ね、キー低いですね。で、えー、これがねあの何の音で作られているか何の楽器でつあのやら演奏されてるかというとですねこれですえっ、ー、とね ちっちゃいんですよ。楽器としてはね、ものすごくちっちゃいので、紹介しづらいんですけど、これですね。これは関係ないですね。えー、これ、真鍮かなえー、ま、あ金属なんですけれども、これをね、こう、こうやって口に当てて、口にこう当てて、この端っこをこう、ビヨンビヨン。 あのつまびくんですよだから口の中で音が増幅されるでピッチなんかも口のこうすぼめたりとかして、えー、調節するっていう楽器で口に口にですね「コトって書いてあ「口筋」金って言うんですけどもこれはね僕が買ったやつは、えー、ベトナムのねモン族というところの人たちが作ってるあのその民族ね、えー、の人たちが作ってる口筋、えー、です。 であのまあ、ちょっとね Google で検索してみるとねいっぱい出てきますけれどもいろんな形あるんですよ。でまあそれによってこう大元のねあのピッチなんかもねちょっと違うっていうね。あのねちょっとすいません <laughs> あのちょっと言っておきますけれども最近ねちょっと舌かんじゃってね,ねそこが今あのこん辺になっててすごい痛いんですよだからちょっとろ列回らないで聞あのちょっと聞きづらい感じになっちゃうと思うんですけどねその辺申し訳ないで最初に謝っておきますごめんなさい。ということで続けていきます。 <laughs> ええー、で抗菌」金です。であれはまあ、まあ、まあまあまず間違いなく抗菌であの演奏されてると思います。ただねもうちょっとあの原曲の方はあの低いのでまあこうもうちょっとこうピッチの低く出る全然これとはね別物の抗菌をね使ってると思います。でまあこれ僕はこれ一個しか持ってないのでまあこれでちょっとフレーズだけ真似してやってみたって感じですね。<music> っていう感じでね。 で演奏はもうものすごい簡単なんですよ。こう、口に当ててつまびく。あともう口もごもごやれば。あの、もうやれば、どんな感じで音が変化するのかっていうのがね、もう一発で掴みます。だからすごい簡単なんで、誰でもできるっていうね。いいですよ、これ。あの、ちょっと、持ってると、あの、効果音。まあ、これも演奏というか、効果音ですよね。あと、コンジョガエルのオープニングで出てくるもんね。で、実際この音って結構効果音で使われてて、えー、例えばその、びっくり箱。 開けてこうバネでねこうビヨーンってこうなんか飛び出てきたところでこれがみたいな感じでねあの鳴ったりとかですねまあその他こう跳ね物とかあのこうなんかこうジャンプする音とかキャラクターがジャンプする音とかそういうのに使うと結構しっくりくるっていうねうんバネ系のなんかこうシーンがねあった時にうんいいよね当てはまるっていう。 でこれいくらだったかな何百円かで買ったと思うんだけど、うん、そんなにねあの高くないんであの誰でも手に入るものですね、うんえー。なのでちょっと興味ある方はねあの探してこれ買ってみるとね面白いと思います。まあ,あのこうドコンジョガイルみたいにねあのオープニングみたいにその音楽の中に取り入れてもいいですしでも、まあ、これだけでそのなんか音楽や,るやればこうちょっと かなり民族チックなねあのサウンドっていうのも作り上げていくことができると思いますしでまあ,あの今言ったみたいにその交換音でねこう跳ねる系のなんかこうキャラクターの音とかにこのえ交換音を作ってみるとかでまあとりあえずこれで撮ってその、えー、あとダウ上でいろいろ加工して、えーまあ、ちょっとあの非現実的なねサウンドエフェクトにしていくっていうねっていう感じで作っていくとね面白いです。えー、で、えー、ちょっとね最初に聞いてもらったやつの元を聞いて。 えーまあ、どんな感じで作ったか一応ねちょっとは手間をかけてます。<laughs> ということでですね、うん、まあまあそんなにあのー、こう順序圧で説明するっていうほどのものをやってるわけでもないんですけれどもとりあえずこれをまずね取っただけの音を流します。<music> で。 これを、えー、テープ VHS テープですね VHS テープに、えー、落としてダウンに戻してきたのがダウンに戻してきてちょっとねあの低音をこう切ってる抑えめにしてるイコライザーでがあのさっき言ってまた完成形これです <noise> うんちょっと続けて流します うんこんな感じですね。ということであのこのまあ僕のはその門族のベトナムの門族の公金なんですけれどもいろいろあるのでちょっと探してみてください。あのそれあのいろんな形があるので画像見てるだけでもね結構楽しくなりますんであちょっと興味ある方はね探してちょっとやってみてください。演奏はもう簡単なのでこうつまびくだけってあそうそれとねちょっと危なかった言い忘れるとかだったあのこれねちょっと演奏した時にこのね2発目の音なんですけど 結構ね、アタックが強いんですよ。流します。カツッってこう入っちゃってるんですよね。で、これはね、何かっていうと、爪なんですよ。これ、僕、ビオロン弾くために爪伸ばしてるので。これはこう、爪がね、こうカツンって当たっちゃってるのが結構ノイジーになるので、実際演奏するときはね、あの、爪、 えー、当たたらないいいいようにこう肉だけでやった方がいいと思いますねまあでもねそうするとね結構痛いんだけどねまあその辺慣れが必要なのかなと思いますんでね今やってればだんだん皮も硬くなるっていうねあの弦押さえるのと同じようにね。うん <laughs> ので、ちょっとその辺は気をつけて、あの、爪が当たらないように演奏した方が、録音した時に、あの、処理しやすい。あの、より綺麗に音だけ、ビヨーンっていう音だけをシンプルに取り入れるっていうね、純度の高いビヨーンができるので、ちょっとその辺は気をつけた方がいいかなと思いますね。まあ、ちょっとこれ、2音目だけ偶然その爪がね、弾いてる時は全然意識してなかったんだけど、2音目だけビヨーンって入っちゃってたのが、後で、あれこれちょっとノイジーだなと思って。でもそのい1音だけ入ってくれたので、ちょっとわかりやすいようにね。 これは、あの、サンプルとしていいぞということで、このまま、ちょっともう一回聞いてください。二音目が、カツンって当たっちゃってる。わかりますもう一回。 そう言わればちょっと耳障りかなみたいなねあの感じで気づいてもらえると思うんですけれどもでまあそれをねちょっと書き消したいなっていうのもあったのでちょっとごまかしたいというか散らしたいというか <laughs> にじませたいというかですねそんな感じであの今回テープにねあのちょっと落としてみたっていう感じでちょいツッコミ気味であの、サチュエーションかかる感じで、えー、やったんですよ。でこう,こうなんかこう鳴らす感じでね。 という感じでした。あの、金、ちょっとね、興味ある方は探してみてください。ということでご覧いただきありがとうございました。